じゃあ巨人グッズ屋お買い物をしていきましょう。巨人アーマー26000たっけ。とりあえず金塊をね手に入れたんで、あのガーディアンの近くにあった宝箱、これ金塊だったんで8000円、これ1万円金策できたね。サブマシンガン売ろう、ロケットパンチも売ろう、そんなものかな。とりあえずはよし。じゃあ巨人アーマーこれ2つ買えるね。メカ用にも装備しよう。メカの方が少ない。巨人兜でよくない。じゃあ巨人アーマー1つで人間で巨人兜をじゃあ2つの巨人の子って買うと完全に金がなくなるけど、ガーディアンの基地でいるかなって言われたら、てかさこれ全部固定でよかったじゃん。巨人じゃねえメカ、まあいいや2つ買おう。どうだ、ちょっと考えもなしに買っちゃったけど、まずはメカミックスゴールドアーマーを巨人にします。巨人アーマー力61、防御めちゃくちゃ高いんだけど、でエルメスの靴、ゴールドの兜を巨人の兜にすればいいんだよ。めちゃくちゃ上がるわ。で待ってね、こいつコテしか装備してねえじゃん、よく見たら。これを巨人のコテ、さらにミスリルのコテを巨人のコテ、 OK。 であとは巨人アーマー巨人のコテ、兜を巨人の兜にして、力71、これ力さ99以上いくんだっけ。これでどう。でエルメスの靴はやっぱさすがに外せないから、あとゴールドアーマーを巨人にできればよかったけど、そこまでの金はない、もう完全にないわ。売り尽くしても足りないよね。ちょっと売るのは売ってこう。ゴールドアーマーいらない、ゴールドカブトいらない、これもいらない、ミスリルの子でもいらない。まあオリハルコンの槍と雷神とかも売れないしな、ちょっと。よしこれでいきましょう。結構防御面とかミカミックスに当たっては力がかなり上がったんで、じゃあガーディアンの街に戻りたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。先ほど巨人グッズをゲットして、ガーディアンの街に戻ってきたので、少しみんなの話を聞きますか。酒場にはいつもおさんくさい連中がたむろしている。これくらいかな。あとなんかガーディアンの基地を探していた人でしょこいつは。でこいつも一般人か。この街じゃ急に人がいなくなったら現れたりする。その時必ず酒場からは勇者のテーマが流れてくる。これがまあヒントですね。勇者のテーマを流せと。じゃあ酒場に行って、こっちげ入り口じゃなかった。酒場のパブ、いやめっちゃボロいぞ。あ、そんなことないか。地図見るとめっちゃボロいんだけど。最近地震が多いと思わないか。あ、ほんとだ、地震だ。ほらね、いらっしゃい、1杯100円。ジュークボックスを使え。100円でこいつ情報売るのか。マスターは全く人が全然いねえな。あ、これ多分違う。そうだよね、秘宝手に入れば神になれるなんて嘘だよな。まあ、その神の定義がよくわかんないからね。秘宝を持ってるイコール神っていう定義であれば、秘宝を手に入れられれば神になれる。あんたらガーディアンって知ってるかい。知らん。いや、まあ知ってるけど。じゃあジュークボックスで勇者のテーマ。どういう仕組みなんだ。しかもさ、これさ、めちゃくちゃ分かりやすいよね。こんな誰かに見られてんでしょ。秘密基地を知られたからには返すわけにはいかん。拘束された。あ、イベントが、あ、イベントって別にただイベントが進むよっていうだけ。おい出せよ、うるさい、静かにしろ。父さん、これは大佐、君実はそうでしたか。では
おい、出ていいぞ。独房には何がある？え、なんかこのドラム缶に何が入ってるのかは知らないけどさ、なんか食料とかだったら意外に快適そうだよね。イベント発生。おじさんってガーディアンだったんだ。おばさんは知っていたんですかね。村一番の夫婦仲だったらしいから知ってたんじゃないかな。すごく仲が良かったって聞いたことあるぜ。じゃあきっと知っていたのよ。え、それだけ？大佐の子供さんたちだったとは。大佐より偉い人はいるの？ガーディアンに。で、道があるけど行けない。新しい神のスパイが秘密基地の場所を探っているようだ。もうちょっとさ、入り方考えた方がいいんじゃない？大佐によく似てるね。早く大人にしてみたい。これは地下に降りる階段か。で、何にもない。秘宝のパワーを使いすぎると世界のバランスが崩れてしまう。危険だ。古き神々というのは古代の超文明を作った種族。彼らは自らの力をコントロールできずに滅んでしまった。それはあれかね、巨人も含まれてんのかね。あ、まちゃ、入っちゃったよ。じゃあこっちに行って、とりあえず父親に話せばいいのかな。各展開の天の柱が不安定になっている。世界がバラバラになってしまうかも。我々は世界を守るため戦っている。そのためにここで秘宝や世界の研究をしている。じゃあまた下へ行きますか。地下へ。3階。大佐はガーディアンの幹部、秘宝集めのプロ。今までも聖杯や聖筆、4つのクリスタルなんかを守ってきたんだよ。なんかネタがわからん。あ、いた。お前たちも疲れただろう。今日はここで休んできなさい。環境的にはさ、独房と変わらないよね。ベッドがあってドラム缶があってみたいな感じだから。何の騒ぎだ。お、いる。店はめちゃくちゃにされちゃったが何か買ってくかい。ここに逃げ込んできたのかな。敵が侵入している。左の扉行ってないよね。マシンだな。戦ってこう。ちょっといろいろと試したい。ビートル、多分こだわらなくてもいいと思うんだよね。もう戦闘にはだいぶ強いから。ギャー、サブマシンガンはさすがに強えな。200じゃ倒せないのか。180とか、めちゃ強え。なるほど、 OK。 じゃあ無理して戦わず、ちょっと回避できなかったやつだけ倒していく方向にしようか。ちょっと左の扉は見る。おお、アイテムがいっぱいあるけど、一応毒じゃねえや、トラップ解除はつけておこう。モンスターに制圧されててトラップがかけられてるかもしれないから。空っぽ、あ、空っぽっぽいな。もうパクられてるっぽいよね。めちゃくちゃいるもんだってモンスター近くに。まあでも調べたくなる。ゲーが入ってた。秘宝じゃねえかよ。しかもアビリティエナジーって何。結構敵が変わってんな。ラウンドタートル、ライトサーベルで木も変わってるね。霊気炎のペアでいこう。枝、
体当たり、牙、牙で、ガラクタは手榴弾、まあまあまあ強いね。 OK1200 円。ちょ、こいつどうしよう。空っぽ、結局一つだけか。まあそれでも宝箱があれば調べたくなるのが人の差が。敵を襲ってきました。解説をしている。オーガ。え、ちょっとさ、ボス系だったらさ、セーブして能力がちょっと上がらなかったらやり直すっていうのもありだよね。まあ、でもこれはちょっとなんか中ボスっぽいからそのままいきます。弱い。いや、上がんねえわこれ。まあ、ガラクタにダメージが通ったのは結構強いと思う。たかだかキックごときで。で、ここ何回か行くごとに、あ、おじさん、お、みんな無事か。イベント発生。あれ、今何か声が聞こえませんでした。何の声。まるで助けを呼ぶような声だ。もしかすると逃げ遅れた人がいるのかもしれない。そんなことになったら愛する人が悲しむことになる。声はどっちから聞こえた。北側。みんな急ぎましょう。生き残ったものは脱出した。さあ私たちも行こう。いや、だから逃げ遅れた人たちがいるんだよ。今は何もない。何年も何年もあんたが来るのを待ってたんだ。母さんは一人で働いて苦労してここまで育てて。働いてたんだ。母さんやお前を裏切るようなことはしてないぞ。急がないと逃げられなくなる。そうだ、急ごう。父親が仲間になった。敵がいる。いや、人を助ける。まずは大丈夫ですか。ああ、怪我はない。しかし部屋にあるスイッチが壊れて扉を開けることができない。ここから開けます。簡単に開くな。ありがとう、君たちのおかげで助かったよ。これは感謝の気持ちだ。コテージ、やった。ここは危ない、君たちも早く逃げた方がいい。そういえば古き神々の遺跡に行ったっきり戻ってこないな。あいつ心配だから探しに行ってみよう。そこまで戻んの。だったらコテージじゃなくてドアくれよ。この中も調べてみる。敵が一体だけいる。あいつはこいつと過ごしてたのかな。謎だ。ちょっとこっちの部屋も行こう。ちょっと待って、その前にさっき手に入れた秘宝見たかったけどチェインしてしまった。スプライトってさ、これ絶対魔法を唱えてくるよね。いや、ここもちょっと霊気炎のペアでサブマシンガン持ってんの。ミスリルソード、電撃無知ってちょっとどういうのかやってみよう。父親より早い。ほら、やっぱり魔法唱えてくる。サンダー来た。すげえ、ケアル。スプライトはマジで厄介だな。最大ヒットポイント、んー、スプライトか。結構いいな。肉食べちゃおう。お化け、炎を継承したか。でも そうそうそう、さっき手に入れた秘宝よ。なんだっけ、秘宝の名前を忘れちゃったな。見ればわかるか。幻惑の子ってなんだっけ。あ、ステルスか。トラップを消します。あ、大樹の葉だっけ。あ、エナジーか。エネルギーのある場所で再生する思考で究極な食材。え、つまり何、回復できますよってこと。一回だけ、たんもない。こいつも一体だけいるな。ここを制圧して見張りをしているのかな。じゃあちょっと、しまった。 OK、 一回セーブしよう。セーブして能力が上がるかもしれないんで、敵が強そうだったらちょっと、あと肉か、肉も落とすかもしれない。マンティーコア、1ターンで倒せるから結局は上げたいやつを1回やっとこう。です。変わってんな、霊気と炎両方持ってるぞこれ。ドレインタッチ、いや、これはいいな。で、1回何もしない父親は。
ドレインターチ、いいね。弱っ、上がらんわこれ。どうせまた後で普通の敵で出てきそう。素早さの間に、っていうかさ、モンスターって何装備してたっけ。秘宝、ペットちゃん何も装備してねえ。ただペットちゃんはな、魔力が上がんなこれ。炎の紛れも装備しとくか。じゃあで魔力でしょ、力でしょ。ああ、まあ魔力の紛れでも外したくないよな。素早さをペット上げてもちょっと先制してもね、能力が上がらないから。でここも何にもない。で敵が襲ってきましたと。魔術師、何もしないでいいや。ライトサーベル、ミスリル、ミスリルの意味がなくなった。いたつえ、やりおるわい。上がらない。ちょっと父親のケアルで回復しよう。防御の間際だから父親はタイプ人間なんだけど、章を持ってればね、魔力はだって29でしょ、高い。だ本当に万能の人に育て上げられるんだよね、人間って。ちゃんと鍛えれば。いや早いなこいつ、お化け。ちょっと手榴弾で倒すか。でスプライトは倒しておくでしょ。でブリザードでいいか。ドレインタッチ、まだまだライトサーベルで十分だ。 OK。 属性ガードのスリープルも効かない、眠りも効かない。 OK。 で何もしないミスリルソードのブリザードのドレインタッチ。父親見ててくれ、俺たちの成長の証を。上がらない。てかライトサーベル装備させよう。てかライトサーベル弱いか。弓、ミスリルの弓がない。しょうがない、それまでは。素早さ20でライトサーベルがどこまで火力を出せるか。なんか武器によって上がりやすいとかあったりするのかな。8女ってどうなの。まあいいや、1体ずつ倒そう。ライトサーベルで、ライトサーベルドレインタッチ。ちょっと待って、父親も一応ミスリルソード使っとこう。261、200で倒せないか。265は倒せるね。愛人、まあ100か。まあそんなもんだよね。でブリザードドレインタッチ、マシンガンでいいやもん。一掃しよう。一掃できなかった、敵が強くなってる。一応ちょっとこっちを見る、何かがあるかもしれない。なんもない。俺のいた独房にはもはや敵すらいない。ここに敵を配置する価値はないんだ。じゃあおとなしく上に上がるか。早いなこいつ。でパブか、ここは完全に荒らされてるね。てかモンスターってさ、誰が操ってるのそもそも。でガーディアンの街も完全に壊されちゃってんね。いけないっしょもうこれ。いけない、いけないけど、街自体にはこいつ一人いるんだけど、敵もいないし人もいない。先生の教え子さん、あれ人いる、ゴブリンがいるじゃん。よっしゃ今日は何のご用で。お前ゴブリンだから襲われないのか。なるほど、そういうことね。じゃあここはもう終わりだよね。ここ前回宝箱取れなかったとこだけど、金塊が置いてあった場所になります。これエナジーが使えるのかな。じゃあここで、そういうことか。まあいいや別に。お化け早い。でここでイベントね。なんかいる、敵が襲ってきた。コマンド、いやまずはライトサーベル、ライトサーベルドレインタッチ。ちょっと待って、
ドレインタッチの何もしない、解放者やんのミスったけど、振っておけば多分大丈夫かな、多分ね。じゃあ父親もミスリレスポット行くか、飛び下げり無駄だ。よし素早さ上がった、振っとけば大丈夫だ、ミスっても使うことが重要だということが分かった。大佐、お前の娘リンは我々の仲間が預かっている、返してほしければ次の世界に来い。消えた。秘宝は残した炎の巻、リン、リンを助けないと次の世界へ急ぎましょう。リン、妹なのか。妹だったら手が出せないじゃないか、そう思っている。いや一応そこの倫理観はあります。さすがにね、血がつながってたら腹違いとはいえ手は出さないよ。そこはまだ道徳感は残っているから、人としてのわずかな心、最後の心はミカミックスにはある。でどっから来たんだ。こっから来たからこっちか。そういえばさ、アシュラとかさ戦えるじゃん、もう倒せそうな気がするんだけど、どうかな。一応ボス戦になるはずだからセーブはしておこう。あとヒットポイントが減ってるね。で父親はもうはぐれちゃうはずだから、ケアの書で全員回復しておこう。アーマーベストなんか結構強くない？忍者のアジト周辺。いやちょっと敵はいるな。しかも結構狭いしマップが。うお逃げろ。オッケー。何かが行った。降りた。かわせなかった。超いっぱいいる。これはマジでめんどくさい。手榴弾でスプライトは。いや危険は全員危険なんだよな。お化けも霊気炎、これでスプライトじゃなくてお化けの5体の方をちょっとマシンガンで攻撃しとこう。早いな、寝た。でも攻撃したからいいや、もう最悪。俺はスリプル、ドレインタッチ効くね。炎よし、 OK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 。ケアルで回復しだした。レイキ手榴弾ダメだ、何も上がらん。3,900〜4,000円近く手に入った。ただあそこなんか、あエナジーか。エナジーゾーンってどうなの。あれ粘土人とかいうのが出てきてる。ミスリルの弓、ライトサーベルで、ライトサーベル、ドレインタッチで、ミスリルソードでいくか。いや敵がちょっと強くなってきたな。そろそろ上げないとダメか、やっぱり能力を。ミスリルの弓でも一発では倒せないからね。まあとはいえ何もしないで、ブリザード見ててくれ。724はでも強いよな、普通に。ちょっと食べよう。敵が強いってことはモンスターも強くなるはずだから、必然的に。ベビードラゴンは結構使えるからね。じゃあちょっとここでセーブをしよう。忍者アジト周辺。アジトってバレてんのがウケるよ。よく来たな、お前の娘はここにいるぞ。助けておじさま。おじさまだと、小娘、お前は大佐の娘じゃないわ。父さんが行方不明になって、母さんも病気になっちゃったから、おじさまがお父さんの代わりにいろいろ面倒を見てくれただけ。そうだったのか。何、騙された。お前らまとめてあの雪だ。リング危ない、ミカミックス。私が奴を引きつけるから、その隙にリンを助け出せ。この表、
天使の翼テレポートようやく母さんを頼んだぞ。え、どっかへ行ってしまった。父さん、おじさまはお父さんがきっと帰ってくるっていつもお母さんと私を元気づけてくれた。それなりに私のせいでごめんなさい。君のせいではない。父さんにひどいこと言ってそれは勘違いで、父さんは愛人よ、慰めてくれ。リンを家まで連れていかなきゃ。さあリン、一緒に君の村に帰ろう。リンが仲間になった。全く驚かせやがって。だがガーディアンナンバーワンの使い手も犬人だったな。いろんなことがいっぺんに起きすぎて何がなんだか無性に腹が立ってきた。この野郎お前をぶっ殺してこの気を沈める。忍者、ちょっと待って、最近1体だからね。でライトサーベル、ライトサーベル、ペットはまあ多分大丈夫だな。飛び火だけにしよう。ほらゼロ、弱え。結局ミス、まあ、ミスでもいいんだよ。とにかくげ、何、忍者だから早いのか。ミスリルソード、では行こう。プリザードちょっとケアルで回復しとこう。で銀騎馬にしてみよう。なんか銀騎馬の方が強い。三段突き651、弱え。何なんだっけ、冷凍杖銀騎馬100か。ちょっと回復させながらだな。弱い、丸毒。よし、素早ささえ上がってくれればかなり嬉しい。まさかこの俺が負けるとは。お前強くなかったぞ。お前自分の力を過信しすぎだ。毒の巻き、さあリンの家まで行こう。いやテレポート使えよ。ありがとうミカミックス、私なんて言ったらいいか。いやでも君が妹じゃないって分かったから君を愛人2号にしてあげてもいいよ。主人はガーディアンの一員で大佐とは親友でした。主人がガーディアンの仕事で行方不明になった後、大佐がリンの父親代わりになってくれました。それがこんなことになるなんて奥様に申し訳なくて、これを返しします。大佐がうちに預けていったものです。いろんなとこに預けてんな。秘宝真偽の杖、ミニマップの機能が拡張された。リンがお世話になりました。いや報酬として君の娘はもらっていくよ。このままじゃ帰れない。父さんのためにも女神の像を集める。それまでは帰れない。リン元気でな。君がもう少し成長したら迎えに来るよ。じゃミニマップの機能をちょっと調べよう。真偽のなんだっけ、これか。エネルギーの集う場所を感知できる世界史の、わかんねえな説明だけ見ても。であとなんだっけ、最初の遺跡の方に誰かが行ってるみたいなことを言ってたよね。秘宝のテレポートができるはずなんで、天使の翼。じゃあ装備しちゃったよ。え、これもさ、ここ装備画面か。マップアビリティでテレポートか。で、テレポートして、旅立ち、イシスの神殿が多分近いよね。で戻ってきました。ちょっと遺跡に行きます。なんかよくわかんねえ、結局何もなかった。じゃあ先へ進もう。一番近いところ一旦ガーディアンまで行ってゴブリンが一人うろついている。この町はもう復興しないのかな。
まあ、秘密基地があっただけだからね。でこれが地図上に表示されるようになったよと。でもまあ特に使いどころがどうなんだろうね。まあ結構敵強くなってきたからね、ヒットポイントが減ってきた時に関してはいいのかな。じゃあ天の柱、次の世界へ行きましょう。これ秘宝をさ取り損ねてるとさ、扉が開かないからね。で上、あそっか、次の世界に行って、もうここは大したあれじゃないから、ちょっと待って、どっちだこれ。こっちはどちらへ行きますか。あ、寝ど、え、行くのかい。多分ね、売ってるものはね変わんなかったと思うんだよね。ちょ、宿屋はいいや。念のため武器だけ見ときますか。武器屋、こいつら誰も寄らないだろうに。おじいさんどうやって過ごしてんの。電撃道、ライトサーブル変わんないよね。変わんない変わんない。要はガーディアンの街がなくなっちゃったから、ここで買い物できるよっていう、ただそれだけのシステムのはずなんで。次の世界へ行こう。ここは終わり、さっき忍者がいたところで、ここの扉を開けて扉が開くからこっちで、ここへ行こう。あの黒い闘技場に連れてってくれる人のところでちょっとアッシュラ倒したいんだよね。多分もう行けるはず。ヴィーナスか、とうとう来た。ヴィーナスの世界、ヴィーナスの世界だったら結構街が広いからいそうな気がする。ヴィーナス大都会というわけで、じゃあちょっとヴィーナスの大都会に来ましたので、今回はここで終了したいと思います。ちょっと少し街をうろついて、あの黒い人がここにいるか確認して、次回やっていきたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。